こんにちは。3月23日週刊仮想通貨ニュースです。はい、はい、今週はね、いろいろありましたよ、うん、そして今、はい、Now ですね、いろいろ起こってますね、はい、もう大変なことになってますね、この撮影日現在、そうですね、うんうん、まずですね、はい、まあ、今日は小刻みなトークはないですね、ないですね、もう逆に急ぎたい急ぎたい急ぎたい、はい、もう後が詰まってるんで、ね、詰まってるね、はい、うんうん、ですね、ただまあ中央銀行の動きとか金融機関の動きね、政府の動きね、そこら辺は、うん、あの丁寧に言っときたいと思いますけれども、はい、とりあえず BTC チャートを見ときましょう、うん、はい、これ日足で直近の動きですけれども、はい、19、20で行われた G20 ですね、うん、でそこを、まあ、18日を下値にして、はい、そこから、まあ、上昇に転じたと、うん、もしかしてトレンド転換的な、まあ、短期のね、はい、こういうトレンド転換になるかなと、うん、まあ、ここからこのボックス内でまたこの上ですね、はい、そしてここのこの下、うんうん、8000ちょい上ぐらいのボックス内で動き出すかなと、はい、思いきやですね、まあ、また G20 もね、うん、G20 でもそんなに大した規制じゃなかった、ね、そうですそうです、ね、それを交換されて上がりましたけど、うん、上がりましたけれども、うん、また今回ですね、うん、ダウ・ジョーンズ先生ですね、はい、長老が行きました、うん、ズドーンと下の方に、下の方にね、うん、やはり放たれましたね、はい、まあ、ただ僕はまだこれは序章だと思うんですけれども、うん、もう一度ね、まあ、下ひげをつけるような形で戻ってきて、はい、このような、まあ、こんな形の、うん、例えばこんな形のこんな形のこんな形のという感じで、うん、あの持ち合いを続けていくんじゃないかというような感じにも思ってまして、はい、うん、だからまあ、ここでもしかしてね、もう下にドーンと行くかもしれないですけれども、はい、もうちょっと時期が後なんじゃないかなっていうふうに思ってますね。ただこの上値のトレンドラインを超えることは、うん、まあ、超えたら超えたらいいんですけども、はい、まあ、超えずに下に下に下にとなって、うん、みんなの気持ちがもう下向けになる、なるわけですよね完全に、はい、でそこでからの、うん、ズドンというのが、うん、この空白のところをやってくるんじゃないかなというふうに見てまして、はい、まあ、それをもとにですね、うん、BTC なんかもこれまだ全然まだ上がっていくチャートやと思うんですよね、この短期的に見るとですけれども、はい、うん、まあ、ボックス圏内なんで、うん、別にこんなにちょっと下げても別に驚くべきようなことではないですし、許容の範囲内ぐらい、そうですね、うん、ですし、あとこれをちょっと1時間足に1時間足にすると、うん、これ1として、あ、0としてってなるのか、1波2、チャリオット波動ですね、あ、はい、すいません3、うん、ここら辺やったらね4、うん、ここら辺の時にね4波かな的な、じゃあ5波このくらいいくかな、うん、みたいなこと、まあ、これすごいちっちゃいところでやってますよ、はいはいはい、こんだけ見るのね、このちっちゃい範囲でやってるんですけれども、うん、でそう思ってたわけですけれども、これが4じゃなかったということですよね、今回は、ちょっとこうなります、あ、で、はい、この2を下回ってしまったらもう4じゃないので、うん、うん、まあそれ自体を考え直さないといけないんですけれども、はい、このね過程自体をまだ超えてないと、うん、下回ってない、2を下回ってないと、はい、2を下回る、ここの安値が8305、うんうん、なのでそこ下回ってくると、はい、もうこの計画というかこの、はい、この何ちゅうのプロジェクト、プロジェクト違う全然違う、シナリオ、シナリオ、はい、シナリオはね崩れるんで、うん、はい、その部分ではもう全く当てにならないものになってくるんですけれども、うんうん、うん、ということですね、はい、現在はまだここを超えてくるかどうかというところで僕はすごく注目してます、うんうん、ここを割れてきたらもうズドドッといくような可能、またで、あ、ここ持ち合うかもしれないですね、また同じようにね、うんうんうん、ここと同じように、まあ、ズドドッといく可能性もあるので、はい、さっきのダウジョーンズ先生の動きっていうのを常に注視しながらですね、はい、もしこんなことになったら、まあなんとなくですけれども今影響はあまり感じられないですけれども、うん、何かしら出ると思うんで、はい、うん、これ今日下がってるのは一応ねバイナンス
に対して日本の金融庁がね、うん、はい、警告を行ったと、うんうん、刑事事件で訴えるぞみたいな、はい、うん、まあ、それは後ほど、後で後ほどね、はい、そこら辺はお伝えしますけれども、うん、ということですね。ちなみに名越さん今日も声カレカレじゃないですか。そんなことないですよ。あ、ほんまや、あれや、あの帽子かぶってるやん。今更や。声枯れてます？枯れてます。実はですね、この撮影今日の朝5時まで僕ら飲んでたんで、飲んでたんでね、うん、で朝の4時半ぐらい名越さん熱唱して、熱唱してました、ザ・ブームを熱唱してたんで、多分その影響やと思う。その影響って。その影響でね、まあ、僕もなんかね、うんうん、元気あるよ、頑張るよ、はい、ないよ。なので今回僕も冒頭で小刻みの動画を得たかったんですけど、うん、もうエネルギーが少ないんで、ないの自分のコーナーのために残してるんで、今日はもうちょっと真面目に聞こう。てか毎日毎回、はい、続きをやったことないから。はい、はい、これまあ 1時間の、うん、1時間の足なんですけれども、はい、これだったら今ねちょうど200本の、うん、200時間の移動平均線乗ってきてますね。で、こう2時間足で見ましても、まあ、倍になる感じなんですけれども、これで、うん、これ 100数は、はい、100本、はい、100本の移動平均線の足にちょうど乗っかってきてると、うんうん、まあ単純にね倍するだけなんで当たり前なんですけどね、はいはい、でここは上値のところは200本の移動平均線に抑えられてたというような形になってます。でですね、雲にも突入した感じ、ね、雲にも今突入した感じですね、うん、うん、サポートされずといったことで、今回のその事件、バイナンスの警告っていうのが、うん、まあ、そんなにでかいんかなっていうふうに思ったんですけれども、はい、まあ、分かんないですよ、こんなのこじつけてるだけなんでね。でも今日この撮影日現在でいったら、うん、ニューヨークダウン700ドル近く下げたし、うん、まあ、日経もね今日さ一時1000円ぐらい下げたんで、うん、その影響もあるんじゃないですか。あると思います、うんうん、あると思います。でも仮想通貨界隈で言われているのはそのバイナンスの警告じゃないかと、うん、はいはい、ね、それは言われて広まってから数時間後にこうなってるからっていうようなことは言われています。でもそのダウのあの暴落、そして日経平均の暴落から考えれば、ビットコインのその値動きからしたらすごくちっちゃいものなんですね。あ、なるほどね。だからそこまでそちら側の影響は来てないんじゃないかと、うんうんうん、言ったらこのチャートの中で動いてる、はい、移動平均線の中で動いてるというような形なんで、うんうん、仮想通貨以外からの影響はちょっと少ないんじゃないかなというふうには今のところはね、今、はいはいはい、思ってます。今日ですからね、まだ今日です、まだ今日ですからね、うんうん、で今後なんですけれども、はい、日足にしますね、はい、で久しぶりにですね、うん、ちょっと長期でフィボナッチ当ててみましょう。はい、まあ、大体ですよ、大体ですよ、ここら辺適当よね、ここら辺ね、うん、どうしても声が気になる。そんなにそんなあかん今なんかセクシーボイスになってる。そうだ枯れた方がええやん。でですね、うん、ちょっと無理やりですけども、2017年の3月ぐらいからで1年ちょうど1年ぐらいですね。そうですね、はい、当ててみます。すると今の価格帯がですね、うん、ちょうど、はい、61.8% ラインなんですよね。はいはいはい。で、まあ、こう攻防戦が続いてる、うん、でまだ 61.8% あたり乗ってるというようなイメージになってます、はい、で最近の安値でですね、はい、G20 の前にその規制がすごいんじゃないかみたいなところでどん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 下げていった時にこの 61.8% 抜けてですね、 50%、はい、50% ちゃうわ、 78.6% ラインの方に向かっていってたんですけれども、うん、そこから回復してまた乗ってきたということですね。だから、はい、そのこの長期のすごく長期の節目としてもこの8200ぐらいのあたりのラインがねすごく大事なんじゃないかというふうに思いますね、うんうんうん、今から BTC が上に上がっていくときにまたすごいいろんなものを乗り越えていかなくちゃいけないですよね、はい、例えばここ2月の初めのときにですね、うん、もう超えていったときは、はい、もう 200日の移動平均線も下にあったし、うん、で52日とか26日か100日なんですけれども、はい、そこら辺もここら辺あんまなかったんですよね。あ、なるほど。ところが今は200日上にある、うん、でここら辺の移動平均線も上にある、はい、で雲もなんかええ感じでもう狭い範囲内でおる、うん、
ですぐにもう 50% ラインがおるっていうような形なんで、はい、うん、結構ね BTC が上げるためにはパワーが必要かなと思ってます。うん、敵がいっぱいいる感じですね。敵がいっぱいいる感じですね。なおかつその、うん、味方があんまりいなさそう、おいなさそうな感じ、あ、まあ、そのニュースですか分かんないですけどね、はい、ただその敵がですね、うん、この仮想通貨外から、まあ、言うたらもう上のレイヤーの、はい、上位レイヤーのの、はい、ダウジョーンズ先生とかなんかね、うん、はい、もうえらいことになったりしたら、うん、こっちはもうもろ影響受けるやなんて、消して飛ぶような市場規模なんで、うん、仮想通貨界ってね、はい、株とかと比べたら、うんうん、なんで敵が多い、その仮想通貨内、はい、チャート内にも多いし外にも多いと、うんうん、まあ、例えばね、株もやってて仮想通貨のやってる投資家さんが株下がって株の方でマイナス出たら、うん、ビットコインの方も仮想通貨も切るかもしれないですからね。うん、そうですね、うん、となると当然売り圧力になるというのも考えられますしね、うん、そうですね。でなおかつ前も言ったように、うん、マウントボックスの売りっていうのはありますよね。あ、はい、うん、もちろん買ってくる人たちもいるんですけれども、うん、それの力がそんなに感じられない相場になってるんじゃないかなというふうに思います。また後でね、その今週あったその買い圧力の件はお話ししますけれども、うんうんうん、なので、もしかしてね、今週またこの6000ドル近くとかに行くこともあるし、行くこともあると思ってます、うん、ここの下にですね、3月18日の下に割れてくるような展開もありえると思ってますんで、はい、でも無理して入る相場じゃないよねっていうふうに思ってます。ここら辺でね、うん、ここら辺とかで入ってみるのはありやったと僕は思ってます、うん、8200とか、うん、ここの日足でもいいです、うん、8600とかで入ってみて、その直近に安値とかでこう、まあ、ロング目線の場合ですけれども、入ってみるのはまだありやったかと思うんですけれども、はい、うん、まあ、このレンジ内の下ってことですね。そうです、そうです、うん、すぐにロスカット入れて入るのはありやったと思うんですけれども、はい、今はなんかまた雲行きが怪しくなっていってるんで、うん、こっちに行きそうやったから買いに入ったわけで、こっちに行っちゃったらもうね、やらん方がいいですわという話になってきますということですね、はい、むしろ売り目線になりますね。売り目線ですね。売り目線なん言うても売りもそんなにもう美味しくないから、うん、本当に言うとここら辺ですよね、儲かってる人は ね、はい、せめて1万ドルぐらいで売りに入った人たちの今はチャート、うん、相場になってると思うんで、はい、こっからね、その暴落にかけるのもちょっと おかしいな行動かなと思うし、うん、まあ、でもまあ入ってみてもいいか、入ってみても悪くないですね別に。いや、上がもうガチガチで硬い、はい、突き抜けれそうにあんまりないと判断して、うん、ちょっとこういってる、だから中期目線ぐらいで下で入るのは、はい、ショートで入るのはありだと思います、うん、基本的にやめといた方がいいと思います。そうですね、手足無用な時期ですね、今は、まあ、先週と一緒ですけれども、うん、思んないですけど手足無用、はい、初心者はということですね。そうですね。今回ね、うん、15分ぐらいやったんですけれども、すごく時間が押してるので、はい、こっちの事情ですけど、まあ、他の通貨とかね、いろいろやりたかったんですけれども、はい、うん、イーサリアムとかね、やっぱりざっくりだけ、総じてどんな感じで、ざっくり、うん、総じてね、あかん、例えばですね、はい、ビットコインキャッシュなんかはですね、うん、ここで1000ドル超えてきたんですよね、節目ですよね、はい、うん、みんなの心理的な節目ですよね、うん、この時僕はすごく嬉しかったですね。なんですけれども、釣られましたか、釣られやす、釣られやすですか、釣られるやつ、釣られやすみたいな、ビットコインとかに釣られて、うん、そうですね、そうですね、なんでもう全部イーサリアムもそうですわ、うん、イーサリアムなんかちょっとひどいチャートになってますね。あら、ね、明確に割りましたね。そうなんですよ、ここをまあ、BTC やったらここをまだ割れてないわけなんですよね、うん、この2月直近安値、ね、はい、よね、これが完全に割れてて200も割っちゃった、200も同じところら辺にあったのに割れちゃって、うん、力強く割っていってて、今またね、ここで G20 のことがあって上げたんですけれども、またダダダッと、うん、はい、だからすごく弱いチャートになってます。だから、うん、イーサリアムをね、
将来性ある、ね、将来性はある通貨なんですけども、うん、でもそれでも今はやめといた方がいいと思いますよ。まだお買い得な時は来ると思いますんで、はい、うん、一回ねこの持ち合いのところで、これ跳ね返ったところあたりでもう一回近づいていくと思います、うん、でそこら辺で攻防戦が行われると思います、はい、その後はその時の市場の様相で変わってくると、うん、なるほど、うん、アルトが今弱いからね、あコインマーケットキャップ今更やけど見とこうかな、うんうん、こんな感じですね。ここもうこれ全部市場規模なんですけれども、はい、ここを割らずにこう上昇に転ずるかと言われていましたけれども、うん、それを下回ってきたということですね、はい、BTC はまだここを下回ってないんですけれども、うん、でアルトなんかはもう思いっきりあー、はい、イーサリアムみたいになってますよね、うん、アルトすごい弱いんですよね、はい、もちろんその中には今暴騰してるというかすごく上げてるような通貨もありますけれども、うんうん、まあ、全体で見たらね、そうですね、弱いってことですね。弱いってことです。あの BTC も下がっていってるのに、うん、BTC のチャートを組みましたけども、はい、下がっていってるのにドミナンスは上がっていってるということで、うんうん、で他のイーサリアムなんやかんや下がっていってるっていうことですね、はい、うん、これもすごくイーサリアムが起点になるんですよ、うん、大体イーサリアムなんですよ、アルトが上がるときは。あ、まずアルトの代表格というか代表格が指標というか、うん、センターですよポジションがポジションセンターです、なるほど、ね、アルトのね、はい、だからそこが弱いってことは、はい、大体総じて弱いですから、あと100人ぐらいが控えている仮想通貨たちが仮想通貨100 100 サウザンドぐらいかそこ、ね、そこにね、前も言いましたけれども、うん、どっかの特集で、はい、BTC にまずお金入ってきて、そこからまずイーサリアムとか主要な、はい、トップアルトに流れてきて、そこから何週間、1ヶ月2ヶ月後に草コインが、はい、どっかの草コインが暴騰するっていうような資金の入り方になってくるんで、はい、そこからまず引いていってるわけですね、うん、下から引いていってるわけですね今、はい、でイーサリアムから引いていってるわけですね、うん、でこういう傾向を見るとビットコインも今引いていってるわけですよ、はい、だから今上向きで見るんじゃなくてやっぱり下向きで見といた方がいいと、うん、なんか儲けようとする相場じゃないんですよ今。ああトレードでね、そうです、はい、トレードでなんか儲けよう、まあ、できる方した方がいいですよ、うん、もちろんね、こういう時にも稼いでる方いっぱいいますから、うん、できる方した方がいいんですけども、僕の考えではこういう時はもう見とく、はい、見とくです、見とくというか待つ、危ないことしない、あ危ないことしない相場いいですね、それは名越さんの成長の方が、うん、見て取れる一言。ああそうですか、うん、危ないことしかしなかったじゃないですか。危ないことしかしなかった。うん、でも、まあ、今はなんかいろんなこと言う人いるじゃないですか。こう今は買いだとか、はいはいはい、今は売りだとか、うん、そういう人たちの言葉とかいろんな、まあ、僕もそういうこと言ってますけれども、うん、そういうことに気をとらわれずに、はい、自分の見方、チャートの見方でそれにそれをにもっと従ってくださいという感じですね、うんうん、それでリスクをできるだけ抑えるようなトレードするならですけれども、はい、リスクを抑えるようなトレードの仕方をしてくださいということですね、はい、ちょっとポジションちっちゃくするとかね、うんうん、いつもの10分の1にしてみるとか、はい、でいいじゃない、うん、だからこんな言ったら大底から取ろうとしてるっていう動きだから 今ロングで入るとかね、はい、もう逆張りなわけですよ、うん、それはしとったらいつかはほんま死ぬんで経験者ね、経験者語る、うんうん、そういうことです。そうですね、去年は去年僕もずっと言ってたんで、去年はずっと右肩上がりやったから簡単やったわけですけど、うんうん、そうです、もう今年はそうじゃないんで、うん、もう去年の印象はすっぱり切らないと失敗しますよね、うん、そうですね、もう株みたいな相場になっちゃったということですよ。そうですね、大手が入ってきてね、はい、うんうん、そういうことですね、うん、まあ、当然またいつか右肩上がる時代が来るかもしれないですけど、うん、今じゃないってことで、ね、今じゃない、はい、しばらく我慢ですね、うん、耐え忍ぶ時期、そうです、そうです、そういうことですね、うん、はい、皆さんも参考にしてみていただければ幸いです、はい、うん、ではですね、ちょっともう、はい、ちょっと暗いですけども、ニュース明るい話もあると信じて、そうですね、明るいでしかないですから夜明け前が一番暗いって言いますから、そうですよ、今がちょっと我慢の時ということでね、で今後も仮想通貨応援していきたいと思いますので、はい、ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録のお願いします。メルマガやってます、こっちのぜひご登録ください、いいねボタンもよろしくお願いします。お願いします、動画説明欄、Twitter とか Facebook とかやってますので、ぜひ一度見てみてください、はい、それでは今回も見ていただきまして
ありがとうございました。ありがとうございました。